劇場版呪術廻戦ゼロの小ネタ集、まだ見てない方はネタバレご注意ください。乙骨の黒線を受けるゲトウは打撃の瞬間タコ呪霊でガードをしている。黒線の威力は通常の 2.5 乗。それを受けたのにもかかわらずゲトウが顔面崩壊していないのはタコ呪霊で威力を軽減させたからだと思われます。五条悟は甘党なので、このカットの飲み物はおそらく砂糖とミルクたっぷりで、ゲトウの飲み物の色と比べても色が薄くなっている。五条の好みに合わせた映画オリジナルの芸の細かさ。覚醒した乙骨は無意識に反転術式をマキ、トゲ、パンダに施していますが、これは超高度な技術で、作中でも自身に使える者はいても他者に反転術式が使えるのは乙骨を除くと家入りさんと少なしかいません。五条と乙骨のセリフはテレビアニメシリーズでも再現されている。五条のセリフは死んだ虎杖の復活シーン、ぶっ殺してやるは虎杖が真人に対してブチギレたシーンのセルフオマージュとなっております。芸が細かくて制作陣に感謝。